ファンネルがお送りするサイバーパンク2077、続きをやっていきます。前回アダムスマッシャー関連のサイドストーリー進めてって、またねちょっと今回引き続き、そのミッションやっていきたいと思います。まずねちょっとローグがなんか落ち込んでたので連絡してデートに誘います。で多分ジョニーに体をまた譲ることになるんで、まずはコール。ジョニーがデートに誘いたがってるが、どうだ？どうだ？ジョニーが？それともあんたが？ジョニーですよ。ジョニーだよ。俺たちを見分けるのは簡単だって言ってただろう。わかった。どこ行くの？どこに行きたい？ノースオークのシルバーピクセルクラウド。わかった。後でアフターライフに迎えに行く。後で？夜アフターライフにローグを迎えに行く。まあ今行っちゃってもいいんだろうな。今夜だし。行きましょう。あ、一つ言い忘れてた？待って、来るのは夜にしてくれるかい？今は別件で立て込んでてね。わかった、じゃあ今晩アフターライフで。それじゃ、まあ、もう今晩なんだけどな。目的地アフターライフに行って、どうにかね今回アダムスマッシャーまでたどり着ければいいんだけど、なんかアダムスマッシャーってメインストーリーの流れで倒しそうな予感すんだよね、重要そうだから。今回もしかしたらローグとのデートで終わるかもしれません、動画。まあその時はご了承くださいね。まあ、できれば次回、メインストーリーやりたいと思いますんで。いつもと違うから。なんか気づかれてるよローグ。準備はいいかい？3回くらいあれば気の利いたセリフが出てくるだろう。ローグ、準備はいいか？またあんた、行けるか？ローグのこと誘ってたのかなこいつ。ジョニーはどこ？やっぱりすっぽかすのか？いや、まだだよ。俺はただの運転手だ。俺はただの運転手だ。あいつを尻に敷いてるんだね。歳の割にやるじゃない。まあ確かにね。ジョニーのポルシェ？笑ってる。どこでこれを？グレイソンが話してた。あのコンテナに入ってたんだ。この車にはいろんな思い出が詰まってる。そうなの？行こう。行こう。シルバーピクセルはあんたのお気に入りか？前はね、もうずっと行ってない。ドライブ意識は随分時代を変えた。シルバーピクセルだけのまだ。ドライブ意識、どういうことだろう。最高の場所だな。だろ？ちょっと車邪魔だな。だからジョニーに連れてったって頼んだんだ。あいつの案じゃなかったのか。まさか、あいつのデートプランなんて荒坂のビル爆破ぐらい。荒坂のビル爆破がデートプランとはなかなかいいんじゃないの、ジョニーセンスね。これどっちだと思う？下でいいんだよな。それでだ。何？ B、 本当のことを教えます。何何？本当って？ジョニーがやることにはいつだって裏が。今回は何が目的なんだ？落ち込んでたからね。変わったんだ。あんたと一緒にいたいだけさ。騙すつもりも下心もない。うん、まあジョニーにしかその辺は分かんねえけどな。正直アダムスマッシャー倒したいっていう気持ちの方が勝ってんじゃねえかな。すっげえ走りにくい。怖い、ここぶつけそう。ちょっと考えててね。無視無欲のジョニーに、あんたがいい影響を与えてんのかな。なんか戦闘状態に今一瞬入りましたが、もうこの辺からジョニーと変わっててほしかったな。運転めんどくせえ。運転めんどくせえ。うわ遠いな。ファストトラベル使いたいぐらいだけど使ってはいけねえからな。ちょっと待ってね、ここどうなってんの。普通に曲がればいいんだよね。よいしょ。ジョニーは相当金持ってたんだね。ポルシェだもんねこれ。まあそりゃそうか、伝説のロッカーだしな。あー腕うね道やだ。対向車来たらめんどくさいんだよね。夜だから来ねえかな。峠を攻める。上りですよ上り。アウトインアウトだっけ、どっちだっけ。インアウトイン、違うアウトインアウトだよね。
なぜこんな運転をさせられる。ぶつけないように。最後のカーブかな。あじゃ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 乗り上げ。オッケー。これでこんなちっちゃいとこ？ドライブイン式、あそういうことか。あぶつかる。入れられるのか私このジャジャ馬を。閉まってる。何でも立ってるからね。あら閉まっちゃってた？ご安心を。実は前に来たことがあるんだ。入り方を知ってる。俺たちの貸し切りだ。ああなんか来たことあったのか。よいしょ。ジョニーいるけど。ジョニー恥ずかしいのかなジョニー。映写機を回してみな。私は席を選んで。席わかった。映写機って上だっけ。よし映写機を調べに。入り口はこっちだ。了解。これだっけ。ストレージを調べる。映写機らしいのを見つけた。これだよね。動かし方はお前の方でなんとかなるか。了解。見てみるか。お、最後に再生されたのは武士道展だ。武士道展。完璧だな。どう見ても CQA。あのナビ。武士道展。ここはドライブインだぞ。内容なんて誰も気にしない。ちょっと女の裸が見れて血が吹き出ればいいんだ。どこにのジョニー。背景音みたいなもんさ。武士道の宣伝文句だな。じゃあ B、少し二人きりにしてくれ。了解。楽しめよ。二人でも楽しめよ。俺の体だからあんま無茶すんなよ。さあ、あれジョニーになった？最高の席を用意した。上がりな。あ、動かせる。なんかアダムスマッシャーっぽいの戦ってますね。これはローグを見ててあげた方がいいのかな。結構ちゃんとアクションやってんじゃね。想像通りのデートになったか。二人で映画に出かけるなんて世界がひっくり返らなきゃ無理だと思って。まあある意味ひっくり返ってるよな世界は。まさかこんな風にひっくり返るとはね。今だけ2015年のふりしてみて。出会ってすぐ。まだあんたがどんなログでなしか知らない頃。乙女ですね。いいぜ。ちなみに俺が映画に誘ったのはやるためだった。すげえ。ああ、でもまあ過去の話。いいぜ。ちなみに映画に誘ったのはやるためだ。笑うなよ。ワンチャンあっただろう。お、無言ですね。よし。じゃあもし2015年から人生をやり直せるとしたら今までやったことの何を変えたい。これ待って、ジョニーのことなんだよね。今までやったことに全てはこのお前なんだこれ。ケリーってあの男だよな。お前を失わないために全力を尽くす。ジョニー私。どうした？どうした？落ちたか？別に。ただあんたがいない間、私はずっと考えてたから。もしあの時ってね。ひょっとしてグレイソンが言ってたことか。グレイソンやスマッシャーに関係してることか。スマッシャーがどうして出てくるのさ。まだあいつのことが引っかかってるようだった。当たり前だろ。悔しくて仕方ないよ。でも今は考えたくない。ごめんね。でも俺はお前のところに戻ってきた。もしの話よりその方がずっと大事だ。今夜一晩しかないなんてね。おいおいおい、ちょっと待ってね。B よりまあジョニーのがローグ的にはいいんだろうけど、 B の体だからなこれ。それだけあれば十分だ。まあ、ここからちょっと、ロマンスが始まりますんで。時間は限られてるし、体も借り物だが、俺はここにいる。いや、だいぶ年を取ったな、ローグも。
まあ、こんなの見せつけられてもあれだとは思うんで、場合によってはね、あの動画カットしますんでね。あの武士道はずっと戦ってんのにさ、ジャヌ、ダメ、ダメなんだ。なんだ ?B のことか。せっかくカットしたかったんで、ちょっと待ってね。B のことか。B に悪いってことか。あんたに悪い。何も変わってないふりをしてた。あんたの知ってる昔のローグのまんまだってね。少しの間は自分も騙せてた。私はもう帰るよ。なんだろう、ローグ。くそ。なんかローグはもしかしたらあれなのかもね。ジョニーがいなくなってから自暴自棄かなんかになったのか。薬を飲む。これは B に戻るんだ。赤色の薬は多分 B に戻る薬かな。ある意味便利。どうだった？ローグがいない。ああ、うまくいかなかったか。うまくいかなかったみたいだな。まあね、ドライブインで素敵な夜を楽しんでたはずが、急に怒って訳も教えてくれなかった。待ってね、思い当たる節は。思い当たる節はグレイソンと話してた時、あいつの様子が変だったろ。変というより、グレイソンの言葉に動揺してたというか、それが原因かもな。探る必要がある。とりあえずノースオークへ頼む。ノースオーク。それでローグのことがわかるのかよ。いや、ケリーだ。着いたら話す。ああ、昔馴染みの仲間ね。映画はひでえもんだったな。まあな。だから言ったじゃんかよ。恋の武士道だって。じゃあ。ケリーに会いますか。ちょっと待ってね、またメインミッションに戻っちゃってますけど、あーローグは何かあったんだろうな、いろいろ。ちょっと待ってね、ジョブ更新しました。反骨なんだ、新しいジョブも出たな。ジャーナル確認して、サイドジョブ反骨、あーこれになったのか。ジョブ追跡、よし、じゃあ行きますか。ノースオークサインのところでジョニーと会うじゃなくてケリーだよね。ちょっと翻訳が間違ってんのか、それともっていう感じだな。なんか微妙に。ファストトラベルが遠い。走って行った方がいいかな。ちょっとバイク呼んで、バイクで行った方が早いか。正直、ジョニーのポルシェ早いんだろうけど、移動するには、バイクの方が、楽なので、私のお気に入り。警察がいるな。職質されるのもあれだから、さっさと行こうぜ。あ、銃持ってた。待って、カメラ切り替え。変な音すんな、バイク。キュン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 って。ちょ、まあいいか、降りる。よし。こんなとこにケリーいんの？待って、怖っ。なんだ、なんかめっちゃいる。ジョニー？ケリーいるの？この辺でいいだろう。何するつもりな？ここで何するつもりだ？ケリーが豪邸に住んでると聞いたんでな。大したもんだ。豪邸？そんな話どこで聞いた。町のあっちこっちさ、スクリームシートはあいつの話題で持ちきりだ。そういやお前はいなかったな。これかいケリー。大騒ぎした夜のことだな。それでケリーを訪ねる気か。なあ、またとない機会だからな。
待ってね。で、俺は家に押しかけて晩御飯の内容でも聞けばいいのか。最近の記事によると、あいつは鬱で自殺未遂をしたらしい。あらららららら。本気で心配してるのか。ここは一つ経験者が助言してやろうと思ってな。経験者。ジョニーとして行きたいってことか。また体を貸せと。そうだ。前回もお行儀よくしてただろう。ご褒美にもう一回多めに見てくれよ。これ大丈夫かな。もうなんか回数がやばそう。待ってね。自殺未遂。まあいいや。わかった。だが何をする気か教えろ。バカな真似はしないって。やつの様子を知りたいだけだ。どうやって自分だと伝えるんだ。そうだね、そこは。もし本当に苦しんでるんだとしたら、下手に混乱させない方がいいんじゃないか。 B、 あいつは常に何かしら悩んでた。だから俺たちはいろいろあっても何とかやれてたのさ。心配するな。ちゃんと様子を見てうまくやる。だがまずはあの家に潜り込まなきゃな。まあ確かにな。わかった。変わりたくなったら教えろ。変わらないかもなって今までのジョニーだったら言いそうだけど、まあとりあえずなんでこんな位置からマップ見てみましょうね。多分上なんだよね。あー、ファストトラベルできたのにな。最初からケリーの家の前にいろよな。わざわざこれ遠くにした理由もあるのかもしれませんね。道中で何か会話があるか、もしくは、まずは上行きますよ。よいしょ、曲がれるのか俺。変なことやって周りの目を引きたくない。うわお。曲がれ曲がれ。そういえばジョニーのジャケット勝手に着たまんまだわ。これ防御力とかどうなんだろう。上に行って、さすがでもジョニーの仲間だけあってあれなのかな、お金だいぶ稼げたっていう感じなのか、それとも何なんでしょうね。ここですね。わ、すごい。なんだこの門構え。何これ、侵入しろってこと。ケリーの家に入る。ちょっと待ってね。一応ルートを確認しますね。裏から回れってことか。そんな感じだね。危険エリアになってないよね。大丈夫だよな。普通に不法侵入だけど。わあ、バレないように行きたいんだけど、壊したらさすがにまずいよね。いやでも壊しちゃうか、めんどくさいからね。あとで直せばいいだろう。これどうせ金あんだろう、直す分ぐらい。これ多分ロボットだから、システムリセットで、あ、間違った、システムリセットじゃねえや。かかんのかな。大丈夫だった。ちょっとおねんねしてて。なんだこのテックは。なんだろうね。入りますよ。随分とケバいとこに住んでんな。ケバいね。一応高級品なんだろうが、にしても何なんだこの趣味の悪さは。大丈夫か。あのケリーまた自殺未遂してんじゃねえのこれ。あ、ドラムがある。待ってね。すごいコレクションだ。すごいコレクションだ。へえ、こいつはすげえな。一応調べられない。時代に俺が弾いてたやつもあるじゃないか。これジョニーの？ジョニーシルバーハンド？違う、待って。これ取るとかってねえのかな？これだけ色違うんだけど。やっぱり高いのかな？高いなんて次元じゃねえさ。ケリーのお気に入りだ。ヴィンテージギター。多分黄色いギターは何かあんだろうな。なんか調べらんないんだけど。ちょっと待ってね。またバグの一種か。まあいいさ。
なんだこれ、シャワー浴びてるようだな。シャワーを浴びてるようだな。しかも一人だ。こいつは助かった。助かりましたね。よし、ここから先は俺に任せておけ。了解。あれ？ミスティの薬を飲むんだ。ほら。待ってね。わかった。わかった。あら、レリックの動作不良？失敗しちゃう？大丈夫だよね。あ、ギター取ったわ。ああ、この方がずっといい。さて、お飾りじゃないまともに弾けるやつを見つけてやるか。チップイン、これにするか。お、銃持ってる。ここで何してる？ギター弾いてるだけ。お、いいぜ。いいぜ。これでわかんだろ。ジョニーか。お、よくわかったな。ケリーか。いや、そんなバカな。何かの冗談だ。そうだな。シルバーハンドは死ぬ前に俺に何と言った。侍を捨てて自分の道を行けだったな。案の定俺が正しかったようだ。ジョニー・シルバーハンド、ま、バカな。どうやって？サプライズだ。サプライズ。このクソ野郎。あ、痛い。殴るな。体は別人なんだよ。俺が来るとは思ってなかったよな。その逆だ。この瞬間を50年待ちわびてたんだ。待ってたんだ。しかし変わったな。今時のスタイルで返り咲こってのが。お前も成功したね。お前も成功したみたいだな。本当にジョニーなんだな。クソ、酒がいる。で、どういうことか教えろよ。なんでアフターライフのコソドロパンクみたいな格好してるんだ。待ってね、こいつは B だ。 B だ。仲良くしてやってくれ。叫んな、ジョニー。もう説明しない気かよ。まあ説明はするよ。いい家だ。大して見てないだろう。4枚目のアルバムの後に買ったんだ。アルバムか。売れてるらしいじゃないか。うるせえよ、ジョニー。からかうな。どこと契約してる？あらさかに決まってる。あら、あらさか専属かい。夜は奴らのスタジオで収録。夜はよりのむが来てご近所同士のバーベキューだ。ご近所？で、本当はどこと契約してるんだ？ MSM レコード。こりゃまた大手だな。金取っちゃってる私。とにかく座れよ。今までどこにいたんだ？待ってね。一人暮らしか？一人でここに住んでるのか？いや、今日は休みだが、エリアルって料理人と、あとはミゲルが。って、そんなことはどうでもいい。ミゲルって誰だ？座れ。ミゲル！お前の話だ。さあ、じゃあ座ります。長い話だ。覚悟しろ。覚悟しろよ。こんだけ長い間待たされたんだ。どうせなら死ぬほど悲劇的なやつを期待してるぜ。ほんと悲劇的だぜ。もしお前がノーマットなんかと一緒に広々とした道を爆走してたとか、軌道ステーションでのんびり暮らしてて、ふと思いつきで俺の人生をぶち壊しに来たとかなら、俺は正気をなくしちまうからな。泣ける話だぜ。聞いたら泣くかもしれねえぞ。乾杯。これこれ、覚えてるか？ヘンリーがシラフだった唯一の時だ。シャキッとしてたよな。何？どれ？演奏は最悪だったが、デニーは喜んでたろ。曲かい？あ、違う、映像が流れてる。待ってね。デニーは奴の何が良かったんだろうな。あいつは頭のいい女だった。俺たちなんかとつるんでたのが不思議だ。分かっちゃねえな。デニーは一人じゃ服も着れないようなダメ男がタイプだったんだ。一人で服も着れない。ネジの緩んだヘンリーみたいなのがちょうど良かったんだろうな。デニーは何度も奴の尻拭いをしてた。俺のケツは拭ってくれなかったぜ。お前は相手が山ほどいただろう。
うつがどうのって話は本当か？うつがどうのって聞いたが、本当なのか？まさか。ただのプロモーション戦略。戦略か。なら自殺の話はどうだ？頭を吹っ飛ばせば売り上げが上がるとでも思ったか？お前なら上がらんだろうな。誰も覚えちゃいない。わかったぞ。俺がお前抜きでちゃんとやってるのが気に食わないんだろう。まいったね、そうきたか。どうすかな。これ行くか。みんなと連絡取ってるか？ナンシーだけだ。あいつは今ベスアイシスって名前で N54 ニュースに勤めてる。あれ、なんかベスアイシスって、会いたいならロード画面中になんか話すような気がすんな。違かったかな。久々に集まるか、一曲やるとかさ。待ってね。ヘンリーは酒？ヘンリーはきっと肝臓と心中してる。死んだら耳に入るはずだ。共通の友人がいる。居場所くらいなら掴めるだろう。ベスアイシスってナンシー本気かよ。古代エジプトがテーマのコスプレストリッパーがつけてる源氏名みたいだ。気に入らないのか？お前が死んでなければアドバイスを聞いてくれたかもな。音楽をやってないことは分かったが、元気にはしてんのか？本人に聞けよ。さ、侍を復活させたいの？侍を復活させたいのかな？お、なんか。さあ、誰にも見られねえ場所で一度ライブをやるくらいなら構わない。ああ、集まりたいんだね、多分。ほら、俺にもイメージってもんがあるからさ。また一から俺の事情を説明するのはごめんだぜ。ああ、そこは省略しよう。退屈だからな。あ、退屈だった。生体チップ、荒坂の陰謀、魔法の薬。俺のインプットってのはどうだ？オーケー、やろうぜ。わかった。一丁やるか。へっ、よっしゃ。じゃあ、お前にナンシーの番号を送る。ヘニーとデニーは俺に任しとけ。ちょっと酔っ払ってんね、やっぱ。俺がいないときは B が相手になる。構わねえが、そいつと仲いいのか？最近はそうでもない。それでも切っても切れない縁でな。あれ、最近はそうでもないって仲いいよね。待ってね、ナンシーに連絡する。どうやって？あら、倒れちゃったよ。ジョニー、大丈夫か？これどっち？全然。あ、B だ。ああ、お前が B か。まさにジョニーが言った通りだな。同窓会は楽しめたか？なんだよ、俺は別に悪いことはしてねえぞ。まあ、とりあえずじっとして休んだ方がいい。すまね。何も心配はいらない。ケリーももういい年だからね。聞いてたのか。薬が切れかけてたからな。ね、侍を生で見たいだろう。こんな機会は二度とないぞ。まあ、ナンシーに連絡してみよう。ナンシーに連絡する。そう来なくちゃ。待って、ナンシーにじゃ連絡してみましょう。もうどんどん体ジョニーに蝕まれてるというか、自然にジョニーになってるね。ナンシー。ベス・アイシス。ベスアイシスか。いいえ、ろくな給料ももらってなきゃ感謝もされない。あれ？N54 ニュースのアシスタントスティーブンです。ご用件は？あ、スティーブンか。ベスと話したい。今はいません。ケリーの家から。ケリー・ユーロダインの家からかけてるんだが。ああ、でもいないものはいないので。2日前までには戻るはずでした。当店探知にメールストロームの取材に行ったんです。あらら、捕まってるか。来週かけ直してください。ニュースで見かけなければね。何かあったら僕が真っ先にレポートするんで。あらら、これは嫌な予感がするね。当店探知に行くしかなさそうだな。じゃあケリーにちょっと説明してから行くぜ。侍のサナギから蝶になったケリーが羽ばたこうとしてる。どこの話したん今。ケリーは？あれ、ケリーどこ行った？ちなみに、うわ、でっけえシャワールームだな、おい。
なんかあるわ。なんでトイレにこんな端末置くんだよ。こっちは開かない？開かないね。取ってねえもん、取って、あ、ギターだ。あ、ギターじゃねえわ。これも、チップを取って、ケリーに説明しなくていいのかな？ケリーがいねえんだけど。穴がある。重要そうな。あいつはここに座って揃えたガラクタをめでてるのかね。ガラクタね。あ、座っちゃってるよ、ジョニー。ちょっと待ってね。そういえば、ジョニーの銃、前回私取って、待って、アイテム共用オーバー。インベントリーから、ちょっとごめんね、一回分解するわ。あ、これがピストルになっちゃってるな。待ってね。ジョニーの銃、すんごい強いはずだから、あれ、ジョニーの銃どれだ？あれ、そんな強くないのか。あ、強化しないとダメかもしれねえな。待ってね。雪村じゃなくて、ブーリア。ブーリアでいいんだっけ？ちょっと、わかんなくなってた。待ってね。マロリアンアームズ。これだよね。これを一回刀に変えて、ごめんね。ちょっと時間は。許してくださいね。刀。あれ、DPS 低かったな、今。1000ぐらい超えてたような気がすんだが、私の刀。雑魚刀ですね。これだね。マロリアンアームズ。アイコニック武器なんだね。よし。これで OK。で、そうだ。これで OK じゃなくて、分解していきましょう。分解は、三角、長押し、長押し。アイコニック武器だけ分解しないようにしないといけないので、スキッピーとかがそうなんだけど、これは大丈夫だな。しかし、なんでこんな重量重くなったんだ？ちょっと待ってね。なんか怖えな。近接武器もそんなにねえんだけどな。まあ、こんなもんでいいか。よし。結構ありますね、チップ。ちょっと待ってね。チップ取って。で、ちょっとケリーいないんで向かっちゃいますね。もうロボット見つかっても大丈夫だよね。確か近場にファストトラベル先があったはずだから。トータルテンツ。距離的には2キロ。じゃあファストトラベル使って。いや、また動画長くなっちまうな。結局アダムスマッシャーうんぬんは、今回も無理そうですね。とりあえず、現状あれだね、侍のメンバーとか、ローグとかと、仲良くなっておいて、というか、仲直りして、メインストーリーに挑もうっていう感じなのかもね。こっちに行って入れんのかな。面倒なことになってないといいが。まあ、なってんだろうさ。トータルテンツなんか取材するバカがどこにいる。ちょっと待ってね。ナンシーくらいだ。パナムからメッセージ。ああやめだ。もううだうだしないではっきり言う。 B、 あんたが好きだよ。あんたに会いたい。自分がこんなにことを書くなんてバカみたいだけど、とにかく送信を押す。お、これいいね。俺も会いたいよ。いや、パナムのいないナイトシティは抜け殻みたいに感じる。俺も会いたいよだ。パナムとはね、仲いいというかあれだから、考えがある。ナイトシティを出よう。私と仲間と一緒に。ソウルと私はそのために計画を練っていたんだ。 B、 あんたを助けられるかもしれない。待ってね、ありがとう。でも自分なりに考えがあるから大丈夫だ。信じて B、 これが成功したら何もかもが変わる。私はあんたにとってもみんなにとっても、それに私があんたを見捨てるわけないでしょ。今すぐそんな考えは捨てて、私はあんたの味方だよ。どんなことがあってもずっとそばにいる。ありがとうパナム。でもね、自分でなんとかするわ。もしもーし。目光ってる。話せない。これ常連客だ。上かい。待って、ナンシーの方はどうなってる。問題ない。そいつはいい。これで終わりかい。まあ、問題あるんだけど、ちょっと待ってね。どうも。それかっこいいね。お、びっくりした。ミニマリストか。ミニマリスト。俺も昔はそんなだったぜ。あら、通してくれんだ。ありがとう。さっさと行け。
あんたも行くのか。よかった。何？三階だ。こっちは指がしびれててよ。なんで？こいつぶっ倒した方がいいかな。あれ、上に行こうぜ。行ってますよ。酔っ払ってるからこいつは多分敵ではないな。敵になってもワンパンで OK。 今日は仲間のティータスがやってんだ。いい曲だろ。なんかあれだな、ちょっと危ないパーティーやってそうだね。ぶっ壊しに行きますか。よし、降りて。じゃあな。行くぞ。何？お前ならすぐ馴染む。すぐ馴染む？ボスが誰か。おい、嘘だろ。何？やった野郎だ。ロイス？まさか自分からノコノコやってくるバカがいるかよ。なあお前。ベスアイシスはどこだ。質問してんのはこっちだ。そうかい？お前ロイスを殺したやつ。そうだ。そうだ。ロイスが死んで生成しただろう。飛んで火に。お、敵対だ。待ってね。お前ら。おっと。こいつ。オールフースター、ちょっとジュディからのメッセージが。待ってね。あ、ジュディがね、ちょっとね、あのナイトシティ出たんですよ。おばあさんたちに会いに行ったのか。こんなタイミングで返信。何日か前に着いたのに喜んでるのか困ってるのかよく分かんない感じで、家族と過ごすのもいいよと。ナイトシティはどう、頑張ってやってる？ぼちぼちってどこかな。返信あるかな。B なら大丈夫よ。どんな危機も乗り越えてきたでしょ。もう行かないとおばあちゃんたちが呼んでいる。はいはい。何の用だ。ベスアイシス、心当たりが。用心しろって。女の仲間か。話があるだけだ。ここにいるんだろ。話ねえ。ついてきな。なんだ。お、ついていくぜ。都合よく進みすぎじゃないか。心配するのはナンシーを見つけてからだ。そうね、ジョニーの銃も持ってっから。あんたには感謝しないといけないな。なんで？何のことだ。ロイスを葬ってくれただろ。助かったよ。私にとっても好都合だった。いいんだ、気にするな。もうロイスってやつが誰だったかちょっと覚えてねえけどな。多分最初の方の人だと思うんだけど。ナンシー無事かな。ちょっと怖いな。捕まってなきゃいいけど。この箱でやるのもいいな。多分この箱っていうのはあれね、ここのスタジオというかハウスでねライブをやるのもいいかなって。あれ、音楽メディアだろ。こんなか。開ける。一体誰の差し金だ。あら、とんだ。女がちゃんと調べたのか。一体どうやって助けを呼んだんだ。ナンシーだ。ひでえことしやがる。は、助けなんか呼んでない。知らない男よ。どうだかな。どうすんだよ。また私ら罠にはめよってんだろ。無駄だよ。待って、急に一回回復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 。やめろやめろやめろ。回復回復。よっよっ、ダッ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 、サムライサムライ。よし、ありがとう。ちょっとやばかったね今のは。ここから出るぞ出るぞ。で、あなたは？ジョニーの知り合い、ケリー・ユーロダインの使いだ。ケリー、もう頭がおかしくなりそう。めっちゃ殴られたな多分。きっと妄想癖のあるパトリシアのせいね。サムライのことだ、後で話す。分かった。まずは出ましょう。私についてきて。大丈夫なの？あ、なんかすげえ銃ある。クエーさん。早く。早くはいいんだけど、どうせ敵と会っちゃうでしょ？お前これ普通に出たら敵いるぞ。いないな。ちょっと待ってね。誰かいるの？誰かいますよ。あいつは。ちょっと待ってね。いた。よいしょ、よいしょ。回復。
よいしょよいしょ。なんか林原めぐみさんのような声が聞こえてきましたがよいしょよいしょよいしょ。どこどっから撃ってんの、 どっから撃ってんの。回復回復。私はどっから撃たれた。上だよねこの感じ。あのね爆発系はね一撃でやられちゃう可能性があるんで。いたいたいた、よいしょ。うっ待って回復。よいしょ。私自身も あのダメージ食らうと確率でなんだっけ電撃を発して近くのやつを攻撃するんだけど、それがあだとなって爆発物に引火することがあるんで、それでたまに死ぬんだよね。まあここは多分そんなのはないと思うけど。よいしょ。どこいる。あとこのままじゃまずいぞはいいんだけど、いるな。ジョニーの銃試してみようか。あそんなに強くねえか。まあ強化しないとあれなのかもね。リロード終わったでしょ。で一回回復して、よいしょ。いてて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 、まだいたよな。いいか行くか。このエレベーター遅すぎでしょ。本当だね。エレベーターの中から人来ない。外に車が。了解。あれセキュリティ出てこいよ。ロビー大丈夫か。ヒヤヒヤしたわ。あの妄想女、私をスパイだと思ったのね。もうちょいお前やられるとこだったぞ。確かにあのニュースの乗りかけだったね。あのナンシーの車だからナンシーが運転してくれるのかな。行きましょう。よし。車が止めた場所にまだあるといいけど。まあその時は俺の車で行こうぜ。本当の目的は何だったんだ。同点ダンスの音楽を特集したかったのよ。あら、それじゃパトリシアが疑うのも無理ないな。よし、ナンシー銃 OK かな。しまって ありますね車。2日間ぐらい拘束されてたのかな。じゃあ運転頼むぜ。ケリーのところに行ってくれると助かるんだが。もう嘘でしょ。どうしたん落書き。まだマシな方だ。記念になるじゃないか。何が記念よ私は編集室に戻るけど話も聞きたいし、あなたも一緒に来て。了解。なんだテレビ局が中に戻るのか。怖いこと言うなジョニー。ジョニー後ろに乗れそうだけど乗らないの。それでケリーの用事って何。侍を復活させたいそうだ。一夜限りでな。シルバーハンドなしで侍は成立しない。ジョニーの借りに行く。いやジョニーを称えるライブだ。彼を称えるライブだ。ケリーは突然どうしたの。もう乗り越えたと思ってたのに。まあどうでもいいけど、私のメリットは。たった今昔の仲間と再会できる。友達との再会ってとこか。あのね、ケリーと友達だったのはジョニーだけよ。私たちは周りにいただけ、たまに二人に絡むくらいで。じゃあケリーへのインタビューでどうだ。そんなのインタビューなしでも書けるわよ。彼と親しい業界人全員とのコネならいいわ。それなら問題ない。俺が何とかする。さすが B だね。さ、じゃあスキップしますね目的地まで。編集室っていうからなんかテレビ局かなんかかね。で、まあどうなんだろうな。このままうまく侍のライブまで終わってくれるといいんだが。まあまたねジョニーに体貸さないといけないけど。テレビ局なんかあるかい？これかい？ちょっと。着いたわ。お前事故起こしたぞ。全部任せてって伝えて。お前。また連絡する。今スクープ映像撮れたぞ。ドライブレコーダーかなんか使え。今やばかったな本当に。うまくいっ
よし、じゃあケリーに連絡しますね。これがあるからさ、あのなんだっけ、オープンワールドゲームみたいなのやめられないよね。いや面白かった。コール。なんか変なの動いてんな、あっち。どうだった、ナンシーと話せたか。話せた。参加するとさ、細かいとこもやってくれそうだ。さすがは仕切り屋、ありがたい。で、待ってね、これ話すか。メイルストロームの連中と一悶着あってな。ああ、そりゃそうだろうな。こっちはな、ヘンリーを見つけた。更生施設から引きずり出したんだ。更生施設。こいつは偶然なんだが、ヘンリーはデニーがずっとナイトシティにいたって知らなかったらしい。だから早速サプライズで会いに行くそうだ。ついでにみんなで集まることになった。みんなって俺もか。一緒に演奏するんだろ。だったらまずは顔合わせだ。住所送る。さあ、じゃあデニーの家に行きますか。ナンシー、ここでどうした、編集室鍵なくしたかカードキーみたいなね。まあいいでしょう。で、ファストトラベルが近くにあればいいんだが、ありますね。で、ファストトラベルのとこに寄って、まあ、サイドストーリーなんですけど、今やってるのって、まあ、このサイバーパンクとの中では結構重要な話だと思いますんでね、ぜひ皆さんもね、やってみてくださいね、というところで、よし。あ、デニーの家ってケリーの家の近くじゃなかった？今ファストトラベル先的に私見間違ってたかな。今ケリーの家行った。まあいいさ、デニーの家になってるよね。まあ、カメラついてるけど多分大丈夫でしょう。ピンポンと押せば。何何、一体何が起きたんだ。リノベーション中の家にトラックで突っ込んだってとこか。あら、相変わらず発想がぶっ飛んでんな。どういうこと。中にいるかも、インターカムを鳴らせよ。ちょっと待ってね、なんかメッセージがありますね。会いに来て。なんだこれ。あ、これ花子かな。花子、待って、要件を言え。またサイドジョブあれかな、発生するかな。反応ないですね。まあ、反応あったらなんかあれだね。ではコールして。あれ、いないようだな。周りを探してみるか。了解。まあトラックの行ったあたりを探れば、タイヤ痕、車ありますね。エアロンダイト、いい車じゃん。ケリーはもう来てるみたいだな。あ、ケリーここでガーンって来たんだ。誰かいる。やれやれ。あら、ちょっと変わるしな。ちょっと待って。すげえことになってる。ちょっと待ってね、ちょっと取れるもん取って。お前のプールだな。あんたの連れ、帰り道がわからなくなったら助けが必要だもんね。ケリーの使いだ。すげえコンボ。ライブ？ケリーからそんな話聞いてないわよ。待ってね。一夜限りで侍を復活させる。だから昔の仲間を集めようってわけ？いい話だけど、お断りを。このクソ野郎と一緒にやるなんて。デニー！この男が降りないなら、私が降りる。それだけよ。ケリー、なんとかしてくれ。一度こうなったら頑固なんだ。どんな具合だ？最悪だ。俺が出るならデニーは出ねえってよ。もう話はまとまってたってのに。なるほど、ケリーからギャラをもらうって話なのね。くったらない。怖いな。もういいからさっさとこの男を連れ出して、うちの庭から消えて。選べってのかよ。え、何、待ってね。どうしてプールにこんなこと。どうしてこんなイカれたことをした。あ、プールになんか土砂入れた。そうとしてたのは知ってるだろう。土砂入れたんだ。これで水に流そうって。ったく。待ってね。お前が決めるしかないよ、ジョニー。お前が決めるしかない。くそ、このままデニーの言いなりになるのは気に食わねえ。かといって頭にスコップが詰まってるヘンリーもな。
ご意見どうも。参考になった。一人欠けることになりそうだ。まあ大した問題じゃない。一夜限りだ。適当に引っ張ってくれ。同じ音は出んがな。そもそも出せるわけがないでしょう。出せるんだな。詳しい事情が分かれば。どうしてこんなイカれたことをした。ミスター。ケリーがデニーも誘う。ちょっと待ってね。スキップ。詳しい事情が分かれば。何があったのか誰か教えてくれるか。見えないの？そいつがプールをダメにしたのよ。何か理由があったんじゃ。はっ、なわけないでしょ。あら、結局選択肢これしかない。どうしよう。まあでもヘンリーより、あれデニーってこれだよね。でデニーのがいいよね多分。どちらか一人選ぶとしたらデニーだな。ケリー、嘘だろ。騒ぎを大きくしたのはデニーで俺じゃない。気持ちはわかるが。知るか、くたばれケリー。シルバーハンドがここにいなくてよかったね。ほら早く出てって。さてと、ところでナンシーは？連絡済みだ。ライブをセッティングしてくれてる。待ってね。じゃ会場でな。これなんとかできねえのかな。片付けてくれる業者を探さなきゃ。これでやれることは全部やった。ナンシーの連絡を待とう。これ多分なんとかすれば全員参加もありえたのかもしれないね。じゃあまた1日待つなんで、B の家に戻って、ベッドでゆっくり寝ましょうか。で一応演奏まで終わらしちゃいましょうね、この動画でね。よし。はい、というわけで一応ね、自宅に戻ってまた寝ましたんで、多分そろそろ連絡来ると思います。来ました、応答。ライブの手はずが整ったわよ。今夜レッドダートで。レッドダート。ケリーとは話したか。気が変わったりしてないだろうな。いいえ全然、むしろ相当気合が入ってた。あんなケリー、シルバーハンドの頃以来だわ。なんか喜んでるね。ケリーはどうだ。やっぱり来そうにないか。聞いてもない。あのバカに関わるのは時間の無駄だもの。それじゃあまた今夜。あなたが使うギターだけどバッチリ用意しといたから。さ、では夜レッドダートって書いてありますが、まあ、近くに行くと多分時間を待つとかってあるはずだから、あれファストトラベルにならないね。ちょっと待ってね。ここだろう多分。レッドダート、飛びます。さあどうなることやらですね。全然なんかもうローグのことを全く無視して話がどんどん進んでますけど、もともとはアダムスマッシャーっていうのを倒すっていうことから始まってローグの力借りたんだけど、ローグがなんか思い悩んでいて、それを聞くために仲間と会ったはずなんですけど、なんか変なことになってますね。これ人いっぱいいるな。 B がめっちゃ有名になっちゃいそうだな、このままだと。これかい、ナンシー。待ってたわ。ちょっと待ってね。 B、 これを使って。ギター？これはね、昔ジョニーが使ってたギターなの。お、本物かい？あ、ジョニーいる。マジかよ。さすがナンシーだ。よく持ってたな。あいつの耳元で見越しと囁けば万事解決かもね。ヘンリーと何があったか聞いてもいいか。そうか、こいつデニーか。昔からあいつはヘマばっかやってて、その都度私が手を貸してあげてた。尻拭いばかりでうんざりしたのか。いいえ、一度まともなバンドで演奏させてあげたのよ。そしたらヘンリーは薬もやめて人生がうまくいき始めた。それで私を捨てたわけ。ああそういうこと。依存しなくなったと。あんたがいらなくなったと。しばらくはね。それから一月くらいは楽しくやってたみたい。でも結局次々に人は離れてった。その後通りで偶然会ったんだけど、気を引くために気絶するふりしたりして頭に来たの。それでそのまま放置よ。で二度と会わないと心に誓ったわけ。まあそんな感じか。気分はどうだ。変な感じ。昔の自分を真似ようとしてるみたいな。ジョニーもいないしね。
あいつが恋しくなるなんて夢にも思わなかった。嬉しいこと言ってくれるじゃねえかってね、ジョニー的には。いろいろ手配してくれてありがとう。いいのよ、ギャリーだけじゃ何もできなかったでしょ。ジョニーよりマシだ。こいつ目赤いよね。クルタ族か、ね、あいつに比べたらギャリーは素直だから。さあでは、ケリーどこ行った。ケリーはもう来るはずよ。来る？すごい上手いんだってね。当てにしてるわよ。ぶっつけ本番も同然だから。待って、ヘンリーの代役。ヘンリーの代役は大丈夫なのか。ケリーがカットスロートのドラウシンを呼んだの。絶対ヘンリー来るでしょこれ。私も演奏を見たことある。で、イケてるのか。まあ普通ってとこ。むしろ不安なのはあなた。まあその辺は大丈夫だ。薬の時間だ。こっそりな。こっそりなの？また血を吐いたらどうするんだ。ケリーの大事な夜なんだから騒ぎはしないぞ。ナンシーは俺がついてこれないと思ってるみたいだ。実際のとこそうだろう。まあそうだね。じゃあこんなとこで薬飲むの？どっち？準備はいいか？いいよ。楽しめよ。この薬何錠持ってんだ。また動作不良。ボエーって。ジョニーになった？なったっぽいね。あれ、また私が操作しないといけないの？人暴れするか。人暴れしましょうか。待ってね、ケリー来た？あれ、ケリーいなくね？こいつはカットスロートのドラウシンだ。なあ、侍の大ファンなんだ。あんたもか？一緒にやれるなんて夢にも。落ち着けチューマ。新参者はお前だけじゃない。スターと話したきゃ俺と話す。あとその震えを何とかしろ。なんて、俺の方がブルってたりしてな。そうかもね。客と俺どっちにビビってんだ？客と俺どっちにビビってんだ？うるせえよ。懐かしいなこの感じ。さあライブやりましょう。よし、じゃあ行くぜ。みんなにもちょっとぐらい説明しといた方が良かったかもしんないけどね。さあ行くぜ。これ動画的に大丈夫かな、残しといても。あ、動ける。ケリー、イエー。あ、これマイクの前、マイクあるね。またなんか言うのかな。テケデン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 、テケデン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 。代役も頑張ってますね。これ本当の歌う方を外国のあれかな、声優さん演じてるのかね。みんなテンション上がってっかい。これかなり金取れんじゃねえのかな。今のところレリックの動作不良が起きないからギターも無事に弾けてますが、歌声は B なんだけどな。これ長そうですね、歌パート。歌パートというかライブパート。メロイックサイン、なんでメロイックサイン。ノリノリなのはいいんだけどさ、これ動画的にどうなの。ギターソロいくよ。ソロだぜ。どうだいみんな、
これソロって言うのか。やべやべ、テンション上がってるよみんな。まあこれがロックってやつなのかい。じゃが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 じゃん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 。はい、終わりましたね。何がだ。俺はめちゃくちゃ気を張ってた。そうかい。何かを証明しなきゃって。お前や俺自身が。だが蓋を開けてみたらよ。そのただひたすら楽しかったんだ。よかったじゃねえか。待ってね。アンコールライブでもやるか。またやるか。いや、いいんだ。もう十分だ。あ、B のことも分かってくれたんだ。持ってけ。あ、ギター。記念にな。ギター集めてたもんね。俺はもうお前としかやらねえ。だからいいんだ。気持ちはありがたいが、俺はまだやるつもりだ。お、B に主導権を渡す。魔法の薬飲みます。新曲を聴かせ、ジョニー。 あいつは行ったのか。まあすぐ近くにいるけどね。まだ聞こえてるけどな。そうか。だがオカルト地味た真似をしてまで話すのはもうこの辺でやめとこう。そうかい。なんだ。よければこいつをもらってくれ。何もねえぞ。銃かなんかある。礼なんて言いな。待って、ライブはどうだった。ライブはどうだった。最高だったぜ。侍の新たなグルーヴを感じたよ。弾けなかったのが残念だ。なら俺の演奏を聞きに来ればいい。お、そうだね。そうしましょう。別に気にしなくていいのに。 B 何持ってんだ。押し込んできた時、まあ銃だろうな。それでジョニーを撃つところだ。ああ、銃持ってたやつだ。俺だろ。ね、その少し前には。いや、それはいいか。ああ、自分を撃とうとしてたもんすか。さて、ああ、一眠りして起きたら50年経ってたみたいな気分だな。仕事に戻るか。頑張れよ、ケリー。じゃあ、ラビー、また連絡する。ローグについて教えてよ。なかっただろう。まあね。ケリーのやつ、もう行ったのか。ケリーは急いでたみたい。随分と急いでたみたいだな。今頃新しい曲を書いてるかもな。あいつを立ち直らせる。それが狙いだろ。あそこまで元気になるとは。ジョニー、もう離れないでくれ。お前なしじゃ生きていけないって。そうなりゃ扱いやすくなるだろう。よし、お願いはこれで最後にしてくれ。お願いはこれで最後にしろよ。ああ、じゃあやるべきことに戻るか。まずは花子に会わないと。まあ、お前が決めることだ。行こう。これ待って、ローグのこともういいの。アダムスマッシャーはやっぱりあれだね、メインストーリーでやんないといけないのかな。戦うとしたら。すごかったよ。待ってね、すごかった。あんなの初めて聞いた。そっか、私がやったんだもんね。よし、では外に出まして。テンション上がってんなみんな。ごめんね。はい、というわけで、じゃあね、今回は以上にしたいと思います。じゃあ次回、まあサイドジョブ、ジョニー関連のはもう出ないような。なんだこれ。あ、謎の依頼主。これちょっと動画外でやるね。なんか怖いから。待って、ベスアイシスに連絡してスウェーデンボールグについて聞く。ん？これなんだ？まあもしかしたらサイドジョブでなんかローグ関連の出ちゃうかもしれませんが、その時はごめんなさい。私動画外でやっときますんで、まあ次回はね、メインジョブに戻りたいと思います。はい。花子に会いに行きましょうということで、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。またね。